天のくれげ日記始まるよ。どうも、天です。今回は6月の結び屋さん日記となっております。まずはマイキーですね、撮っていきたいと思います。1日目は末広設定だったんですけども、確か次の日には今のこの橋渡しになったんですよね、平行の。これがすごく撮りやすかった。結構一手二手で撮れたっていう人もいたのかな。僕は一手二手ではなかったんですけども、いつも僕はあの縦ハメを勧めてるんですよね。結び屋さんは縦ハメの方がいいって言ってるんですけど、今回こうやって持ち上げてみるといい形になったので、このまま横で進めました。これ倒れちゃいましたね。いい感じだったんですけど、倒れてしまったんですけども、こうなったらなったでちょっとね、手前ぐらいからアームを下ろして箱をつくように下ろしてあげると、さらに横に振ることができて、これで獲得することができました。はい、では次、東京リベンジャーズのお昼猫なんですけども、今回ドラケンと滝道なんですけども、マイキー実は撮ってたんですけど、マイキーね動画撮れてなかったんですよね。なのでこのお二人なんですけど、なんとドラケンをですね一手で獲得することができました。で次、竹道ですね。右のアームで箱の奥をつくように落としてあげると、結構いい感じに一手とか二手で取れたかなっていう。こうやって振ってくれるんですよね、反動で。今のもね惜しかったんですけど、はい、右アームが一番奥に行くので、加工した時にで、これはくるっと回っていい感じのところで落としてくれました。では次、日向取っていきたいと思います。僕、結び屋さんはねこのブースが今一番好きですね。なんかこういうバイブレーションとかが置いてあるブースなんですけども、ここがねすごい楽しい。今結構落としやすいんですよね。で、日向もねこれで取れたかなと思ったんですけど、残ってしまって取り切ることはできなかったんですけども、ただもう縦にはまってるので、あとはね振ってってあげるだけなんですよ。左手前が浮いたので、右奥を狙うんですけど、これアーム抜けちゃうんですよね。もう少し手前狙ってあげたらいいのかなと思うんですけども、これはちょっと寄せが失敗でも浮きましたね。で、今回左奥狙うんですけども、微妙に入りきってないんだけど、これがなんと獲得になりました。で、次トゲくんですね。こちら設定後1番となっております。まずはね BC 狙ってますね。バランスキャッチができるかなっていうことを狙ってるんですけど、ちょっと手前すぎたのかな。ただ一手でかなりいい形になったので、このまま続行します。もう少し強めに左をかけてあげて、あ、いい感じですね。で、左奥が浮いたので次、右手前を狙ってあげます。この時に手前すぎないように意識してますね。かなりいい感じになってきたんですけど、この時にですね、右アームが邪魔してほしくないので、かなりきつめにかけてます、アームを。はい、これで右アームが邪魔できないので、うまく獲得することができました。結び屋さんはアームパワーが強いので、片方のアームをこう入ってほしくないなみたいな時結構あるんですよね。もう片方が入っちゃうと変な形になって暴れちゃったりするんで、うまくアームを抜いてあげたりするのも大事かなと思います。では次、末広設定ですね。結構ね、結び屋さんの末広設定はみんな難しいって言ってるかな。ちょっと端幅が狭めなので難しいのかなと思うんですけども、全然落とせないことはないですね。で、基本的には端幅は狭いんですけど、
今みたいな形がベストですね。こんな形で、これちょっと変わっちゃったんですけども、奥が落ちてて手前が浮いているようなはめ方が一番いいかなと思います。で、端幅はやっぱもっと広いところ行かないとかなり厳しいですね。なのでこのまま動かしていきたいんですけども、はい、まあいい感じ、いい感じになってきた。そろそろ落ちるところかな。右側がちょっと心配ですけども、もう形的にはめっちゃいい形で、このまま奥を持って、ね、反動で落としていきたいんですけども、どうかな、いけるかな。はい、狙い通り奥で反動させて落とすことができました。はい、では次こちらドラゴンボールの悟空なんですけども、これは左アームを若干寄せつつ真ん中よりちょっと奥側を持ってるんですけども、なんとこれがですね、このまま落ちてくれて1手で獲得することができました。で、次はこちら馬娘取っていきたいと思います。初手はですね BC を狙ってますね。で、うまく BC することができて、でまあ落とすんですけども、このままね落ちてくれたら楽だったんですけど、そうはいかず、まあハマってはくれたので全然いいかなっていうところなんですけども、これはちょっと手前すぎてますね。もうちょっと奥じゃないと抜けてしまう。なのでさっきよりもちょっと奥目で持ってるんですけども、これも抜けると。今度はどうかな。今度はいい感じですね。次は左手前を狙ってるんですけども、はい、もうほぼ落ちてるんですけどね、なんかちょっと変な挟まり方をしてます。ちょっとヒヤッとするような感じだったんですけど、最後ただまあ落としきることができました。では次ブリーチの1号ですね、取っていきたいと思います。まず初手は BC 狙いですね。BC できてもできなくても割といい形になったりするんで、まあ、初手は BC 狙い僕はいつもしてますね。はい、1手で立ったので2手目でちょっとまあ手前の方を持ってあげるとこのまま落とすことができました。はい、では次疑似箱ですね。久しぶりに疑似箱をやるかなっていう感じなんですけども、これはですねちょっと思ってなかったような動きだったんですよね。まさか立つと思ってなかったんですけども、ただまあ全然続けられるのでそのまま続行してます。これはもうこうなったら左に転がしてあげようっていうところなんですけども、どうかな。はい、うまく転がすことができてはまったんですけども、ちょっと浅いかな、ハマりが。はい、これでやっといい感じかな。平行移動してもらって今まあ続けてるんですけども、はい、これでうまく獲得することができました。では次こちらレムちゃんの長箱。長箱系もね娘屋さんは優秀なんですよ。これも初手 BC ですね。箱が長いのでこんな風に引っかかって結構 BC できるので、うまくいけばこれで落ちるんですけど、まあ、今回はうまくいきませんでした。ちょっと残ってしまったんですよね。はい、で奥を触ることで、まあ、斜めになったんですけども、こうなったら最近僕この持ち方好きなんですけども、対角線で持って持ち上げるのはちょっと優秀すぎるんですけどね。で、このまま落とすことができました。はい、ということで今回の、まあ、6月の結び屋さん日記はここまでとなります。これ動画として出してない分でもかなり実はあって、今回まあ厳選して出したんですけども、はい、かなり遊ばせてもらいました。
ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。テンゲームズでゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。